皆さんこんにちは。今回は剣盾のパッケージにもなっているザシアンについて徹底調査していきます。ソードを選ぶとお姉ちゃんのザシアン、シールドを選ぶと弟のザマゼンタを入手することができます。タイトル通りザシアンは剣、ザマゼンタは盾をイメージしたデザインとなっております。持ち物によって姿と種族値が変化するポケモンなのですが、基本的には専用アイテムである朽ちた剣と朽ちた盾を使用して剣の O フォルム、盾の O フォルムで使用されます。攻めの剣、守りの盾ということもあり、種族値もそれぞれ攻めと守りで設定されています。2匹とも合計種族値は720と破格の数字を誇りますが、今回の動画ではザシアンがテーマになっていますので、ザシアンにスポットを当てて見ていきましょう。攻撃的な種族値をしていて、攻撃力は神剣の181の次に高い170、素早さも全ポケモン中5位とほとんどのポケモンの上から殴ることができます。耐久面も低いわけではなく、 HP が8少ない水君ぐらいはあるので、一致抜群技を食らったとしても耐えることができる波以上の耐久指数も持ち合わせています。これに加えて特性は不動の剣、場に出た瞬間攻撃力が1段階上がるというものですが、攻撃種族値170に加えて技の内訳ができるこだわりハチマキだと思えば、金一伝説ポケモンの中でも抜きん出てる性能を持っていることがわかりますよね。攻撃種族値だけで見れば2位ですが、実質全ポケモンの中で一番攻撃力が高いです。こんなポケモンが種族値148の速度から常に上から殴ってくるわけです。弱いわけがありません。この子のタイプについて触れていませんでしたが、フェアリー鋼タイプです。この組み合わせは非常に強力で、弱点は炎と地面だけ、耐性は11タイプもあります。弱点をつけるポケモンも少なく、受け出しもそこそこ効くので、どの構築に仕込んだとしても強力なアタッカーになり、構築内でも補完を組みやすいポケモンです。耐性が多いなら弟のザマゼンタの方が似合ってそうなもんですが、定められた運命なのでしょうかね。覚える技について見ていきましょう。なんといっても専用技の巨獣山ですよね。威力100、命中100の安定打、ダイマックス中のポケモンに2倍のダメージを与える。8世代というのはダイマックスが一つのキーワードになっていますが、このザシアンの前では無力です。言い忘れてましたけど、ザシアンはダイマックスを使えません。弟であるザマゼンタもできませんし、剣盾のラスボスとして登場する無限ダイナも当然できない。強力すぎるがゆえ、そういうセーブがかかっていると思うんですが、調べてみるとイギリス神話の話が出てきて、ダイマックスのエネルギー自体がそもそも無限ダイナから供給されていたもので、ダイマックスエネルギーを受け巨大化したポケモンたちをザシアン、ザマゼンタが次々と倒していたっていうのが剣盾のざっくりしたストーリーですね。一説ではザシアン、ザマゼンタの意思でダイマックスエネルギーを拒絶しているとか、ザシアン、ザマゼンダをダイマックスさせるにはダイマックスエネルギーが通常の何倍もいるとか、いろいろと仮説は立てられているんですが、実際のところこれという理由はありません。話を戻しまして、他の技を見ていきます。一致技であるじゃれつく、攻撃範囲が広くなる格闘打点のインファイト、残り1枠にはサブウェポンでワイルドボルトや炎の牙、対面性能を上げる電光石火を採用しているか、変化技で剣の舞を入れていることが多いです。特殊技も一応覚えるんですけど、 C の種族値が80なので A の種族値170を捨ててまで採用する必要はなさそうです。基本的にデータをまとめていくと、戦闘に飢えた犬ということがわかりますね。攻撃面に特化している金伝説ポケモンで、攻撃面だけではなく耐性にも優れていて、殴り合いにも強い。多くのポケモンの上から攻撃することができる敏捷性、今までに登場してきた禁止伝説ポケモンの中では破格のスペックを持ちます。そんなザシアンをランクバトルで使用できるようになり、1年ぐらい経過しましたので、環境に流行した歴戦のザシアンたちを紹介していきます。最初に紹介するのは最速を取ったザシアンです。多くのポケモンの上から行動できる素早さ148を生かし、上から殴ることを意識した構成です。攻撃に努力値を割いてしまうと、せっかく水君並みの耐久指数を持つのに、攻撃特化ザシアンに一撃で倒されてしまいますので、体力に努力値を割き2回上から攻撃することを意識しています。 HP に25に振り切るだけで、補正なしエースバーンの火炎ボールや霊獣ラノロスの地震をほぼ確定で耐えます。技構成は巨獣山が確定で、2枠目と3枠目には一致技のじゃれつくと選択枠、あるいはじゃれつくを切って選択枠2つ、4枠目には足りない火力不足を補う剣の舞を採用することが多いです。次に紹介するのは HA ベースのザシアンです。持ち前の攻撃力と耐久面を生かし、目の前で対面するポケモンの攻撃を必ず耐え、大打撃を与えることに特化しています。先ほど紹介したザシアンとは異なり、素早さを落とし HD ベースの配分にして、火曜ガの潮吹き耐え、
攻撃力は陽気ザシアンと同じ火力が出るラインを確保しています。技構成は居住山、ジャレツクが確定。サブウェポンにはインファイト、ワイルドボルト、サイコファング、炎の牙などが入り、対面性能を底上げする電光石火を採用して完成です。近戦術環境はザシアンを使用しているプレイヤーが多く、使用者によって配分も技構成も異なりますが、結局はこの2極のザシアンで落ち着いている気がします。こんな強力なザシアンを対応する徹底対策についてですが、ザシアンを抑えるだけであればカードはたくさんあります。しかしながらザシアンを使用する側もザシアンに強いカードへの崩しをしっかり構築内で用意しているので、今回はザシアン単体だけを対策できるポケモンだけピックアップします。自分も愛用していますが、天然ヌオーですね。不動の剣による攻撃力アップを天然で無効化、特化ジャレツクをギリギリで受けられる。急所を考慮してないので、なるべく居住山をザシアンから撃たれる対面からヌオーに交換するのが大事です。交代際のジャレツクと交代してからのジャレツクだと、どちらかが急所に被弾するだけで負けてしまいますからね。持ち物はゴツゴツベッドで採用されることが多いですが、偉い人が巻き菱でヌオーの受けを崩す構築を開発してからは、食べ残しを持たせて守るによる回復を挟んで、必ず受け出しが機能するような調整をされていました。ヌオー以外だと威嚇持ちウィンディも候補に入ります。鬼火による機能停止、高速回復技の朝の日差し、ヌオーと違う点がステルスロックが4分の1で入ってしまったり、明日の日差しの PP が少ないので、個人的にはヌオーよりかはザシアン耐性が少ないかなと思います。ヌオーにもウィンディにも言えることなんですが、ゴツゴツメットプラスザシアンより速いポケモンで倒すというのもザシアン対策における綺麗な対応手段です。受けのポケモンが崩されていたとしても、ゴツゴツメットを何回かザシアンに触らせていれば上から叩いて処理が効く。多かったのはゴツゴツメットプラスクロバドレックスですかね。ゴツゴツメット2回プラスクロバドレックスの玉アストラルビットでザシアンを縛るなどはかなり確立されていたザシアン対策だと思っています。ザシアンって紹介した通りふざけた性能ではあるんですが、実際に対戦したプレイヤーが各々対策を立ててランクバトルの環境を作り出しているので、やっぱり面白いですよね。さて、今回もザシアンに関する徹底調査をざっくりですが行っていきました。こっからはランクバトル編。今回も現環境に食い込んでいけるであろうザシアンの新たなる構成を独自で開発し、ランクバトルの海で徹底調査してきました。今回はサンプルを2つ用意してみたので、ぜひ対戦見ていってください。それでは対戦に行きましょう。ユナさん、対戦よろしくお願いします。来ましたね、ザシアン。そう、ザシアンを待ってたんですよ。このザシアンはザシアンミラーで勝てる調整を施したザシアンなので、ぜひとも選出していきたいが、ザシアンが不利とんのがロトム、あとは、まあ、相手目線はちゃうかもしれんけど、僕目線はドリューズなので、これはザシアンスターと、裏ロトムに対して繰り出せるバンギー。で、この2匹は、ドリューが重たいので、ドリューの地面の一環を切れるフライゴンでも面白いかな。一応、技構成的に一環はしてるんでね。てか、ラプラスいらねえな。で、フライゴンは偉いので100族なんですよ。だから、ミミッキよりも早い。ドリューズよりも早い。これフライゴンいきますか。あのザシアンとフライゴンものすごい相性保管いいんですよ。ザシアンが抜群の技フライゴンでいなして、フライゴンが抜群の技をザシアンでいなせる、全ていなせるんで、よしフライゴンいきますか。対戦よろしくお願いします。さて、ザシアン初手に来ました。さあ、ミラー対決ですね。 OK、素早さ関係わかる。こっちが上。一応今回ザシアンに勝てるように最速を取っていますが、最速を取れてますね。オッケーオッケー。さあ、相手的にはロトム引きが見えるターンですが、ここはお互い殴り得な気がしますけどね。さあ、今回のザシアンは相手のザシアンをボコボコにできる構成です。封印します。地べたを這いつくばれ。オッケー。さあ、起点にしていきますよ。剣の前。これでそう簡単に止まらんはず。インファイトが一応打点として入るんですけど、インファイトをした場合は BD ダウンで、こっちの居住山で落としきることができます。さあ、ザシアンを起点にすることができました。ロトムか、誰に引くんでしょうか。居住、一回これ研磨できれば、ドリューズだろうが、ロトムだろうが対応できそうかな。これインファをしてそうやね。で、これは今流行りの耐久調整のザシアンかな。最速を取ってなさそう。そうそう、インファイトしかないんですよね。これでこの最終ターン同速負けたらクソ面白いけど、いや面白くはないな、やめてくれって感じやな。その構成俺に聞くって感じ。さあ行きましょう。居住山、居住山を打てなくなった気分はどうですか。
せっかか。せっかは大丈夫ですね。うん、今流行りの対面性能を高めてる雑誌やな。オッケー。今流行りの雑誌やを雑誌で突破していく。さばいていく。これは落ちますよ。さあ、雑誌的にはしましたと。オッケーオッケー、いい感じですね。いい感じに雑誌ミラーを制することができました。アップリュー。グラスライダー狙ってきたかな。落ちるかな、グラスライダー。ただ、グラスライダーに対して僕は引ける構成でもないので、これはこのまま居住山行きましょうか。てか、グラスライダーまだフィールド張ってへんから張れないっすね。さあ、ザシアン相手を切り裂け！リンゴ、割れ！助けか。竜舞とかできましたかね？竜舞できるんか？オッケー。これはね、アップリューをこのまま一貫取られると負けてしまうんで、まあ、これ相手石化を考慮しない立ち回りしてて、かアップリューって竜舞したら雑誌は抜けんのかな。70族ということは抜けませんね。70族って抜けないよな。最速134やから201、うん、雑誌は抜けてませんね。調整雑誌は考慮か。これは居住団でいきます。これは抜け、不意打ちあんのか、マジか。これ飛ぶ、うわー、やられた。なやかや、バンギヒキャンテやったか。いやー、ザシアンを彼に勝った後、アップ量で切り返されましたね。これはフライゴン出します。で、次、バンギ引きます。うん、これは相手、ダイドラグーンとか、張り切り激流で飛ばしに来ると思うから、ここはバンギ引きで。あー、不意打ち読みするんやったら、バンギ引きが一番美しい行動やったな。ごめんなさいね、アップ量の知識が少なくて。竜舞不意打ちって構成にするとは思ってなかった。フェイントコールで引く可能性とかあるかな。まあ、ここは僕フェイントないんで、この行動を取らざるを得ないんですけど。さあ、バンギに引きます。ダイマ切ってくれたらめちゃでかい。さあ、激鈴ですね。これ、張り切りやから、ワンチャン飛ぶか、バンギ。張り切りの火力すごいっすね。あの、硬いとはいえ、硬いバンギでもワンパンですからね。さあ、ダイマックスをお互い残してるが、僕の皇族はフライゴン勝てるんでしょうか。ドリューズやったら勝てそう。フライゴン行きましょう。ロトムか。悪くないよな、この対面。悪くないと思う。てか、打点相手あんのかな。こっちはダイドラグン、ダイドラグンの方がいいけど、鬼火してきた場合は竜舞の方がいいから、これは竜舞をしましょうか。さあ、フライゴン君頑張ってね。ロトムダイマックス。怖いのがダイアークの D ダウン入って、そっからの次のダイアーク落ちるのがきついかな。ただ、ダイマを切ればそれはいなせるはずやか。てか、こっちのダイウォールを考えると、大抵、ウォールから入る可能性もあるかな。何押すこのターン。ウォーラーをしてない。ってことは、アークしか通る技ないと思うんですけど、アークってどれぐらい入るかな、フライゴンに。バーンか、オッケーオッケー、バーンはしのげる、ただ、まあまあ入りそう。さあ、2体はできるな。ダイマ切れば絶対次耐える。よしよし、竜舞正解。よし、フライゴン頑張って切り返していこう。さあ、フライゴンダイマックス、空中を前。ザシアンの裏に隠れるフライゴン。ほんまにね、ザシアンとフライゴンの相性ほかは抜群なんでね。一貫する抜群をつけないっていうのはすごい優秀な構成やと思う。てか、ザシアンがね、鋼フェアリーでドラゴンと相性いいからね、浮いてるドラゴンと相性がいい。さあ、ダイオール決めていきましょう。で、相手もダイバーン。多分最高打点がダイバーンだね。オッケーオッケー。これはちゃんとロトムには突く出したのが生きてそう。これはダイドラグーンでいきましょう。フライゴンのダイマックスもかっこいいですけどね、なんか、羽ばたいてるのがいいですよね。ボーマンダが昔こう地上に降り立った姿でしたけど、フライゴンはこうちゃんと翼で飛んでるし、マンダ確か昔吊り下げられてた、今もそうやけど吊り下げられてるんですよね。なんかあのボーマンダちょっとかっこ悪い。うん。さあ、ダイオール切って、ただこれする場合はフライゴンの超火力ダイドラグーンをダイマックスじゃない状態で受けなくちゃいけないので、相手がワンチャン取ってくる後続者、鬼火とかかな。でも鬼火でも多分ここのダイドラグンでまあまあ入るんで、ここはダイドラグンブッパ行きましょう。いや、飛びましたね。よしよしよし。さすがや。さすがフライゴンさんや。オッケーオッケー。いいですね。ただ、アップルのところの不意打ちはやられましたね。あそこ、バンギ引きが一番美しい立ち回りではあった。対戦ありがとうございました。ザシャン徹底調査ランクバトル編始めていきますが、相手のパーティーにもザシャンがいますね。ダイマックスしてくるやつが、まあ、ザシャン以外になるんですけど、スイスイガマゲロゲなのか、雪かきパッチルドンなのか、どっちかな。まあ、ロンギは壁っぽいですかね。
初手第、まあ、ザシアンクレセみたいなパーティーな気がするんですよね。そうだな。これね、初手第、まあ、多分、パッチルドンとガマゲロゲなんで、これどっちのアイテムもできるサンダーからいきます。これ一見ね、一番上のポケモン対応効かないように見えるんですけど、僕のサンダー対応効くんで。で、後ろには今回の主軸となっているザシアン。で、ステルスロックを巻かれた場合きついかなって思ったけど、ルカリオのタスキカウンターでザシアンとかも対応できるんですけど、ミニッキュとかの方が呪いとか使えて絡め手に強いかな。いや、まあ、ルカリオの方良さそうかな。ミミッキュ、今回あいつ、ガラルファイヤーにも勝てないんで、まあ、出てこないと思うけどね。サンダー、ザシアン、ルカリオ、この選出でいきます。対戦よろしくお願いします。ザシアンか。ハイパーボールザシアン。さーてと、これちなみにパッと見有利対面なんですよね。相手目線がどう思ってるかですね。いや、サンダー対ザシアンはサンダーが有利対面って勘違いしてる人が多いですけど、結構五分五分なところありますからね。引く可能性あるかな。引くならパッチルドンに引く可能性が高いか、ここ。ただジェットが半減で受け出していくから、これパッチルドンに引く可能性高いね。高いけど、これは乗り込んで良さそうだな。引けないので、これは、ダイジェットからいきますね。スチルから入ったら、2回行動できるし、パチルドにもピンポイントで打点が入るな。スチルから行きます。これはジェットダメですね。身代わりか。それは、うまいな。いい技持ってる。うまいなっていうか、身代わりはいい技お持ちですね。ただ、この間に、サンダー、育成できるんで、どんどん身代わり置いてください。これ、ザシアンの HP どんどん削れるし、サンダーで縛れるからな。これはでかいな。もう一回出動しに行ってもいいけど、ザシアンの体力をこれ以上残すかどうか。これ一回身代わり置いたら強獣山耐えなくなる気がするけどな。これはダイジェットで。まずは素早さ上げに行きましょう。あ、身代わりで枯らしてきましたね。これはね、この間にどんどん育成します。サンダーを。ダイジェットを。もう一回ダイジェットですね。このザシアン何してくるんやろ。身代わりがスペに入ってるってことは、どういう方なんや。とりあえず、理想的、てか、身代わり割れんかった。B 上げてた方がいいね。この後、ザシアン出すんで。そうか、身代わり2回引き、ここ何をするクレセか。あ、悪くないね。オッケーオッケー。大スチル。ベンチャーあるかな。これで、一応、サンダーの能力値を上げることはできたんですよね。これが一応、火炎玉クレセ。ちょっと待って、これ。ちょっと待って、やばいな。ザシアンにサイコシフトされる。トリックじゃないもんな、確か。うわ、これやばいな。ちょっと待って、このクレセはやばいわ。一回ブレバで削ってバトンの余裕があるな。多分これ、サンダーでまずサイコシフトを受けて、ブレイブバード、まあ、味噌みたいなダメージですけど、相手に回復を強要させた方が強いな。あ、ですよね。できるよね。変玉クレセリアか。ちょっと想定外のポケモン来た。やけど治る。で、ここでバトンタッチですね。ここ、相手回復優先するターンなんで。ここは、バトンタッチで。ここは、月の光をしてくるターンかな。ちなみにこれ殴ってきた場合、居住山圏内に入るんで。あ、まあ、粘りますよね。オッケー。で、ちなみに最高シフトは確か外れます。まず、やけど無効にするために研磨ですね。その次に、第3の技行きましょう。ザシアンはね、これで今、素早さ1段階アップ、B が2段階アップなんで、ザシアンとの打ち合いには負けません。こんな構成です、研磨で。研磨すれば、実質やけど分は無効になるので、まずはそこまでやりたい、研磨。で、クレセリアは、ザシアンに対して、打点がないんで、全部規定になります、これ。ですよね。これ、食らったところで、ザシアン関係ないんで。やけど、さ、今、研磨積んだんで、実質やけどは無効です。なんならこのまま規定にしちゃいますよ。もう、受ける気満々でしょ。受からないよ。さあ、どんどんこの隙に積んでいきます。皆さん考えたことありません？ザシアンの攻撃が急所に当たったらどんな調整でも崩れるってことに気づいた人いませんか？ヌオーで受け出ししてて、
ザシアンのチャレつく急所に当たった瞬間にもう即負けってこと多いですよね。今回ザシアンが自力でそれをします。気合ダメで急所当たったら火傷なんて関係ないんでね。これまだ余裕あるからもう一回瞑想できる余裕あるんですか。さてと、もう一回積んでもいいかな。瞑想最高シフト月の光アット1、これザシャに打点ないね。研磨します。これで十分やね。さあ準備は整ったな。さあどんどん仕上がっていきますよ。ザシアンが足パー OK 問題ない。そんな味噌のようなダメージが効かないよ、ザシアンには。 OK OK。 さあクレセが泣いてるね。サイコシフトでザシアンを対応した気になってた気分をぶち壊してやろう。気合巨獣山名付けて。ダサすぎる。これマジで全員飛ぶからね、これで。さあ気合巨獣山、急車に当たりませんでした。足パー OK。 クレセリア縛れましたね。さああとは残りの敵をどんだけ倒せるかやね。さあて仕留めちゃおうか。タスキなのかな、巨獣山で。オーバーキルもいいとこですね。ロンゲ大魔キしてくるかな、これ。大魔キルとしたらロンゲですよね。リフレクターか。あのね、知ってる？壁ってさ、急所で無効になるんだぜ。さあ、リフレクター貫通、巨獣山！はい、急所。急所かな？急所に当たりましたね。あの、リフレクター、壁無効なんでね。リフレクターって急所で無効になるんでね。さあ、ザシアン、しのげ切れますか？命綱をつなげられるんですかね。てか HP 結構削れてるんで、そもそも壁かでも飛ぶかも。ただこれは上から叩けるんでね。さあまずは井戸で急所に当たらないこと。せっかで落ちないよ。 B も上がってるからね。絶望しろ、泣きわめけ、巨獣山。うーやー、 OK。 急所かな、壁関係ありませんね。対戦ありがとうございました。まあ HP フルから落としきるところを見せたかったですね。うまく決まりました。対戦ありがとうございました。 OK。 というわけでいかがだったでしょうか。歴戦の攻撃封印型と歴戦の気合巨獣山型、ランクバトルの海で今後遭遇することがあるのか分かりませんが、一癖ある構成ではあったのでとても楽しかったです。ぜひ試してみてください。歴戦の攻撃封印型は最速を取ることでザシアンミラーでなるべく上を取れるようにし、巨獣山、ジャレ族を採用したザシアンを完封するというのが目的だったんですが、サブウェポンにインファイトが入ることが多いので、もう研磨を消してしまって相手のザシアンからの被弾が何もないという構成の方が強かったかもしれません。ザシアン同士の打ち合いやラストをザシアン対面で封印を打つタイミングで最速負けする以外は必ずザシアンには勝てるようになるので、興味が湧いた人はぜひ使ってみてください。次に使用したのは歴戦の気合巨獣山型。サンダーのバトンタッチと組み合わせて使用していたので、単体のザシアンとしては見れないかもしれないですが、ザシアン対策として採用されるヌオーなんかはじゃれつく急所で突破することが可能なので、従来突破されないポケモンで受けに回った相手を崩し切るというのが目的になっていました。ただ収録をしていて全然ヌオーとマッチングできなくて、今回は火傷食らってても壁が残ってても気合巨獣山の前では無力だよっていう対戦をお届けしました。対戦の厳選的には50点の採点かな。ということでザシアン徹底調査いかがだったでしょうか。前回のレジェ歴徹底調査から半年が過ぎようとしている本シリーズ、凍結寸前のところを救い出してきました。本当か。しばらくの間禁止伝説関係が続くようなので、この期間中に禁止伝説ポケモンについては全て出荷してしまいたいですね。次回の徹底調査シリーズではザマゼンタ徹底調査を予定していますので、このシリーズに興味を持った人は次回もよろしくお願いいたします。それでは動画のご視聴どうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは。